メヒコは、シーフード料理を主力とするレストラン。1970年、メヒコ商事が、福島県いわき市にカニピラフを主体とする、メヒコフラミンゴ館を出店これを皮切りに、福島県と茨城県を中心に、東北、関東県にシーフードレストラン、メヒコを展開。東京都や沖縄県、台湾に出店するなどの店舗展開を行った。 レストラン事業の他に、乱栽培にも進出し、多角化を進めていた。2005年9月30日に、東京地裁に民事再生の開始手続きを申し立てを行った。その後、2006年に株式会社 EKC の100%子会社となり、本社を福島県から親会社と同じ場所に移して、レストランの運営を継続。現在は、福島県、茨城県、 東京都に店舗網を絞って営業を続けている。シーフードを得意とするレストラン。看板メニューはカニピラフである。カニがピラフの上に殻のまま乗った状態で提供されるというのが特徴的で客は殻から身をほぐしながら食べることができる。なお、カニピラフはテイクアウト可能。過去にはネット通販や一部のスーパーマーケットで 冷凍のものを販売していたが、メヒコ店舗での作り立て折り詰めのみとなっている。南国を意識しているフラミンゴ館と呼ぶ店舗がある。フラミンゴ館では、店内でフラミンゴが飼育されており、フラミンゴを見ながら食事ができる。フラミンゴ館では、テーブルにはフラミンゴ Q&A がある。創業者がメキシコに行った時に、フラミンゴの群れを見て感動したのが、飼育するきっかけ。 フラミンゴの寿命は50年から60年程度である。過去にはフラミンゴだけでなく猿を見ながら食事ができるモンキー館も存在した。他にも熱帯魚を見ながら食事ができる水族館もある。岩木水族館店は東日本大震災の影響のため休業中である。東京米有明館店には8メートルの水槽を有する。 2015年4月15日にオープンした、足立区役所書店には、店舗の入り口には正面には幅3メートル、高さ1メートル、奥行き65センチメートルの大型アクアリウムが置かれている。以下に代表的なメニューの一部を挙げる。メヒコのカニュピラフレストラン事業15店舗を展開している。AB、メヒコ商事が民事再生圏内に店舗営業は継続。 琉球新報。2015年8月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年8月24日閲覧。フラミンゴレストラン地元茨城で人気。 日テレニュース 24http コロンスラッシュスラッシュ www.news24.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ2019スラッシュ04スラッシュ10スラッシュ07427663 html2019 年4月11日閲覧メヒコいわき水族館レストランメヒコ有明店、区長者の展望レストランに。 大型アクアリウム登場4月15日、オープンメヒコ少子に関するカテゴリー。ありがとうございます。